それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。はい、今日は菊組さんでは10月の壁面制作を行いました。壁面10月はハロウィンということで、かぼちゃを画用紙に描いて、自分でお顔も好きなように描いて、それをハサミで切るものにしたんですけれども、それぞれお顔が結構なんですかね、 お口もニコって笑ってるのか、ニコって笑ってるのとか、パカッて開いて笑ってるのとか、すごい個性がいろいろ出て面白い、かわいいかぼちゃになったので、幼稚園へお越しの際は皆さん、菊組さんを覗いてみてください。あともう一つありまして、今日リレーの練習、お昼食べ終わったとした時に、私ちょっと転んでしまったんですね。ちょっとずさーっと転んでしまいまして、ちょっと傷ができてしまったんですけれども、菊組さんに帰ったら、先生転んじゃったのって子どもたち声かけてくれて、そうなの、転んじゃったんだって言ったら、でも先生泣かなくて偉かったねって頑張ったじゃんって褒めてくれて、すごい嬉しくなりました。これが私のハッピーポイントです。明日も頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。